エヴァンマゲリオン、どうも、イカリ、ゲンジルーです。今回我々が行う一連卓章の極秘作戦は、可視化作戦。人間が感じる気持ちよさを可視化できる T スーツを、エヴァンマゲリオン初号機パイロットの筑尾さんに装着してもらいます。それではこれより、可視化作戦、発動。筑尾さん、はい、お久しぶりです。お久しぶり。変わったね、だいぶ。なんかマスク取って撮影とかって久しぶりだから、なんか表情つくの。なんか、なってる。やだ、もう。死んだ？死んでねえよ。筑尾さん。神経死んでるよ。何？プレゼントです。え？プレゼント？これ、T シャツ、そろそろ夏だから。いいの？あのね、インスタ見てたら、僕自分のね、広告とかよく出てくるじゃん。勝手にあなたにおすすめみたいなので。そこに出てきたやつを買ったんだけど、これがキッズ用で、分かんなかったんです。何も書いてないの、キッズとか。ちょっと見てみて。はい、じゃあちょっと開封しますー。ワンワン懐かしいもん。え、うん、何これ。多分、筑尾さんが好きなの。柄はね、柄、うん、じゃん。何かしら。え、何これ。鱗みたいについてる。インド人が着そうな服でしょ。なんかすごいね、これ。お遊戯会とかスパンコールつけてあるやつみたい。地肌がいいんだけど。地肌、自分の中で着替えられる。地肌、地肌がいいんだよ。大丈夫。ちょっとね、あ、一応これ着たら気持ちよくなれる T シャツ。気持ちよくなれる T シャツ。本当。じゃあちょっと着てみるわ。やめてよ、止まんないよ。盗撮男みたいな。ちょっとだいぶ変わったね、体型が。やめて、うさないでよ。ゆうちくさん、かわいい。かわいいじゃん。かわいい、これ。どう、これ。これ何、これ。これ実は、うん、ライトセーバーを下からこう上にこう上げてみて。あーこれ、これすごいでしょ。すごい、すごい。すごい、かわいい。右と左どっちが好き。気持ちいいね。どっちかしら。あ、誰もだろうね。いろいろあるんだろうね、誰も。そうね。ルークじゃない？ルークスカイウォーカー。ルークあれ？あれ？ちょっと。え？あれ？なんか。ん？あれ？え？あれ？ルーク？ね、ルーク。そこばっかり押してるけど違う。サイズ的にはぴったり。あ。何え、こんなことってあるの。気持ちよくない。気持ちよくなっちゃう、これ。自分でやるのと人にやられるのどっちが。人にやられる方がいいと思う。ちょっと、これ誰だろうね。これ誰、誰、誰、誰。行きます。はい、ちょっと。あー、登ってきてる。登ってきてる。あー、誰。あー、すごい、すごい。あー、ちょっと待って。気持ちよくなりますね。気持ちよくなる。ちょっとすごいね、これ。そう、だからあれじゃない、ここばっかりこうやって。ここばっかりめくれちゃうかもしれない。そう、あの公園に置いてあるブロンズボみたいにさ、ここ手首とかチンコのとこがテカテカにさなってんじゃない。すごい。手首にいても可視化できるよ。ちょっとですよ。可視化しないで。やだ。ちょっと可視化してみる。どうでしょ。何ですか、わかんの。ちょっと。そしてどこでしょ。やだ。あー、お恥ずかしい。ピルブルになってみたいけど、もう成功ならないですね。ピルル自分でやりゃいいのよ。やってんじゃないの、バンなんかのパジャマでなんかやった動画。あ、見たの。見たわ、びっくりしたわよ。ババアが胸元さらしやがってきたね。あれ見たんだ。見たわよ、何やってんのかしらって思って。もうで、着る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 。ちょっと痩せたら着れるかな。やっぱ痩せなきゃダメ。電気切れになった時そうなるのかな。ちょっとピカピカするみたいな。ちょっと何回触んないかと思う。ということで、スパンコールを上下することでスターウォーズのライトセーバーを表現したこの T シャツ、メンバーシップ限定動画としてフィルルさんにも着てもらうことになりました。ライトセーバーを上下に動かし、フィルルさん本人にルーク・スカイウォーカーを召喚させてもらおうと思います。そんだけ。私にしたこと私にしたことを忘れていませんよ。